皆さんこんにちは。スキを仕事にする大人塾カサコ塾塾長のカサコと申します、えー。なんと今は投資コンサルタントでファイナンシャルプランナーをして、えー、投資の本も出しているにもかかわらず、なんと以前は投資詐欺に引っかかった経験もあるという櫻井かすみさんに、えー、話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、カサコさん皆さん初めまして。櫻井かすみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。もう今は投資で成功して。 36歳でもセミリタイアをしてるというはい、そうです、資産的にはあの、えっとまあ、いわゆるそのファイヤーと言い,いまして、ファイナンシャル・インデペンデンス・リタイアーの略で、はいまあ、経済的早期リタイアっていうような状況を築、まあ、いております。はい、ただあの、ちょっとこう、自分の人生の中でとやりたいこととか、意味、はい、を実現したいことがあるので、はい、今はそちらで。 まあ,あ労働はしているような状況です。なるほど。はい。よくねそんなあのしかも投資の本までね出しているという方が、はい、でも以前は投資詐欺に引っかかったこともあるということちょっとその話を聞いていきたいと思うんですけれどもいつぐらいの時にどんな詐欺に？はいありがとうございます。もうそうですねやっぱ十年ぐらい前です。はい。で。 どのような投資と言いますと、本当に、はいえっと、海外の国、はいえー、公会の株とか、<ー>社債とか、世に出回ってない美味しい話がある。<laughs> 儲かりそうな話があるんだけれども、<laughs> 出資してみないかみたいなあの、一番やっちゃいけないやつをやってました。それはあれですか,なんかお知り合い、直接の知り合い、それともなんか、 ネット上でなんか見たとか、どんな感じだったんですか。はい、あの直接の知り合いの中でも、このなんか投資グループって。はい、十年ぐらい前もありまして。はいはい、はい、いわゆるなんかこう投資形が集っている、まあ会があってですね。こちらの、まあ、はい、リアルの。まあ、仲間通じての。あ<ー>案件でした。あ。じゃあ、なんか。はい 怪しげとはいえでもやっぱ直接の知り合いでちゃんとリアルでもグループがあるし、はい、信用できそうに見えちゃいますよね。もう本当におっしゃる通りで、はいまあ、ただ本当になんかもう、えーね、お金を出したのは自分の判断だったので、はい、もう自分のもう知識不足が招いた結果の,、まああの結果でしかないんですけれども、はい、やっぱりそこはあのー。 リアルな仲間からの紹介案件っていうところで結構も信じきってた部分は正直あります、うん、ありましたんですかねはいもうトータル300万以上ですね、うん、はいで、えっと、1円も戻ってきてないですあ1円も戻ってこないんですねはいそうなんですよねこれはあれですか なんか振り込み先みたいなのはなんか会社みたいなところだったんですかはいあの会社なんですけど海外のバンクなんですよあなるほどそうだからほ当にこうねやっちゃいけないあの素材がもう山ほど揃ってる<笑><笑>いやだけどなんかこうねその後投資の勉強とかお金の勉強すれば一番やっちゃいけないって分かりますけどもう。 お金がなくて困ってる、なんとかして増やしたいと思ったときに、結構ね、直接の知り合いから、海外で非公開、誰にもなんか一般には出回ってなくて、利回りがいいみたいに言われると、これかもって思っちゃいますよね。そうなんですよね。やはり、 その時投資をスタートして、まあ、初期、初めの段階だったっていうのもありますし、はいはい、本当になんかこうお金があのなかった時代が私、<あ>本当に長かったので、はい、なのでやっぱりそこでもうあのできるだけ早く増やせる手段が可能性があるのであればそういったものに投資をしたいっていう欲の塊でした。はいはい ってるまあ、誰だって早く増やしたいといと思思ますすもんね <laughs> 思うんですよねうでよただそこでその基本的なお金の知識があったり、はい、やっぱりこの、まあ、リスクの把握度許容度とかが根本的にある方であれば、はい、こう総合的に客観的に判断ができると思うんですけれどもそこがやはりこう至らなかったっていうような感じです。 これ300万円というのは、一挙に300万円投資したのか、まずは何万、追加で何万みたいな感じだったんですかはい、あのもう100万単位の案件を3つ、徐々にって感じです。ああじゃあ、1回目やって、あ、これいけるかもと思って、また100万出して、また100万出してみたいな感じ。そうですね、あのいけるかもっていうところと、やはり1回目はこの、 数百万っていうお金を投資するのはすごく怖かったんですが、人は誰しも、ね、こう2回目、3回目以降とやって結構こう、くくもくも悪確かになんか、初めは10万単位でしか投資してなくても、一度100万とかやっちゃえば、はい、まあ次の100万もまあ1回やったしなっていう感覚麻痺みたいな感じになっちゃうんですかね。そうですねはい あのなんかもう出すこと、投資をすることに対して、なんかブロックが外れてしまったというあ。なるほどね、はいもうこれはもう、いかんともしがたく、もう,もう戻ってこないも、もう裁判とか訴えるとかいう、うことでもないそうですね、やはり、あのまあ、どこが本当の大元だったかっていうのは、現在も不明ではあるんですけれども。 直接ですね、えっと、関わっていた方たちがすべて海外に行かれたので、<ー>そうなんですよもうあの本当にこれってやっぱ結構今、このチャンネル見ていただいているカサコファミリーの皆様は、はいはい、そんなの絶対ありえないって多分思っていただいていると思うんですよね。それだだったたら本当はなまるでして あるあるなんですよああるあるですよねそう。そうなんですよ。ね、なので、やっぱりそうですよね。なんかその、まあ、こんなの絶対大、私はマまらないって思われてたら華丸で、だやっぱり世の中にはこういうことってあの、まあ、少なからずというか、あるんだなっていうことだけは,やはり念頭に置いていただきたいなっていうのは思います。<laughs> でもあの、 こういうような投資詐欺の、まあ、引っかかった方いますかっていうので何人かお話聞いてるんですけど結構いらっしゃってあやはり結構いらっしゃいますか、はい、カソコチャンネルもはいカソコチャンネル6人ぐらい出てもらってますけど <laughs> え何人ですか6人ぐらい出てもらってます6人結構ですねでやっぱり海外っていうのとかあとはそれこそあれですねあの最近まあ最近というかちょっとやっと沈静化しましたけどあの インスタ、フェイスブックの有名人広告に引っかかっちゃった方とか。そうなんですよ、それもめちゃくちゃ多くて、はい、あの年々増えてます特にね、桜井さんが引っかかった10年前って、まだそんなに投資詐欺ってこ、今ほど多くはなかった気がしますよね。あはい、もうおっししゃる通りでして、はい やはり10年前の日本のそういう海場、はいまあ、を見ていましても、はい、投資自体している人がまず少なかった。た、はいはい、だ、やはり今ってもう国も推奨しておりますし、はいねまあ今年に入って新人さんもスタートして、はい、やはりこうあのまだやってないとかあの、これからちょっと頑張りたいと思われている方は、やはりこう焦りとか、はい、何か早くやらなきゃ。 っていう、うん、まあ、不安とか心配とかに襲われてらっしゃるっていうのも要因としてあるのかなと思います。はい、昔よりもね。何かこう投資っていうのがいい意味でも悪い意味でもハードルが低くなっちゃったので、投資詐欺も引っかかる人が増えてますよね、はい。そうなんですよね。やはりあのまあ、気軽にまあ、投資ができちゃうまあ、いい意味でもですね、はいまあ。できちゃうような。 世ののの中の風潮っていうのも、はい、ありますねでもそんな詐欺に遭った方ってなかなかそこからもう投資は一切やりたくないとかまただまされちゃったみたいな人が多い中で桜井さんのようにそれを糧に <laughs> ちゃんと勉強してセミリタイヤまでするまで投資が成功するってだから結構勉強したってことですかそうですねやはりあのそっから でもちょっとあの気持ちをもう引き締めてというか心、まあ、っ一んですね。<laughs> まだその時25歳ぐらいだったんですよ。あはははで、ね、人生100年時代って言われている中で、はいえね、70年以上またあの生きている中で、はい、またこういうことって絶対起こってくるよねって思ってし,しまって。じゃあどうしたらいいかって考えた時にやはりこう 自分でですね。基本的なお金の知識がないと、また、うん、あのまあ、いろんな手口でいろんなね。はい、あの <laughs> あのー、そういう詐欺が出てくるので、やはりそういった時に打ち勝つにはもう知識を身につけるしかないっていうのがもうあの原点です。なるほどね。そこからあれですか？ファイナンシャルプランナーの資格とかを取ったりとかしたんですかね？勉強としてはそうですね。 それがあのそうですね。あのありますし。あとはあのまあ、マネースクールに3つ通いました。はい、あー、なるほどね。はい、マネースクールも結構選ぶのはね。そのその中にも何かね。悪徳なものに誘導するものもあればね。ちゃんと教えてくれるところもあれば選び方も難しいですよね。 もうめちゃくちゃ本当になんかもう特に今とかって、はい、もうピンキリじゃないですか、はい、もういろんな意味で、はい、もう知識のレベルもピンキリですし、はい、受講料もピンキリですし、はい、ね、はい、なんか本当ピンキリだと思うんですよね、はい、で私がですねそのまあ選ぶというか選んだ時にあのポイントとしてえっと考えたのが、はい、やはり一つはあのその えっと、代表の方が実績があるかっていうところを聞きたいですね。はいはい、でね、やはりこうオンラインで今されてらっしゃるところが、ね、私含め多いですけれども、資格、はいまあ、であったりですとか、はいね、あとはこう、まあ、メディアに出演でどんなメディアに出演されてらっしゃるのかとか、はははでどういうようなあの話を普段されてらっしゃるのかとかですね。<laughs> そこを、まあ、鑑みて ましたなるほど、うん、でもね、本当に今、増えてるので、なんかちょっと騙されないため、まずはこれかからですかねそうですね、あとは、投資詐欺に合わないためのポイントとしてはですね、やはり、いはいえーまあ、高い、めちゃくちゃ高い利回りには注意していただきたいです。あなるほど、ねはい で、特に未経験とか初心者の方って、はい、なんかその高い利回りのパーセンテージ。すらやっぱり想像がつかない。確かに、確かに。そうです。なので、まあ、目安というか、あの、月利、はい、月利とか言うん,んですけども、はい、その月の、ねはい、月利10%以上とか超えてたら、さすがにちょっと怪しい。<laughs> <laughs> <laughs> や極端なことを言うとですよ。ただ、やっぱりそういうところを歌。 で募集している広告とかもあるので実際です。あ<ー>なのでまあ月利ね、この10%以上とか、はい、あとはあの、まあ、金融庁のですね、ホームページ等にあの掲載されていない業者に関しては、はい、ちょっとそ,のそこから商品を。 あの紹介された際には、<laughs> やはりあの一度金融庁のホームページを確認していただきたいっていうような感じですね、はい、あとはね、今、場合によっては、その誘われた会社名とかで検索すると、なんかもう詐欺とか、あの <laughs> <laughs> 出てくる可能性もありますよね <laughs> そうですね、やはりツイッターとか、結構タイムリーに。はいあー どうしてもね、あのフェイスブックとか、リアルの友達のところだけのって見てると、はい、そういう悪い情報とかが意外と出てこないですよね。うんうんうん、おっしゃる通りで、本当になんかその、なんていうんですかね、こすべ、まあ、てじゃないと思うんですけれども、はい、こう仲間で固められている、外堀ぼりをみたいな。はいはい、なのでなんかそこにあ 私はね儲かりましたとか、こんな,なんかいい思いさせてもらいましたとか、いっぱい書いてたら、<laughs> あここは信頼できるんじゃないかって思っちゃうのが、おそらく人間だと思うので、<laughs> はい一旦距離を置いてというか、客観的にあの判断できるような形にはしていただきたいなと思います。いというわけで、皆さん、本当に、ね、今、投資詐欺がめちゃめちゃ流行っているので、あの <laughs> 本当にあの気をつけて、特に海外とかはね、そうですね、本当に海外、気をつけていただきたいですあのね、あのまあ、新 n i s とかを通してね、海外の何かに投資するっていうんだったら、あのいいんでしょうけど、いきなりなんかね、<う>海外の口座を作ってとか、海外の株にみたいなのは、ほぼ詐欺ですよ、ね、別に、ね、なかなか、やはりこう、厳しいものはあります。<laughs> あとはあの何か最後に宣伝があれば是非、ぜひ。はい、ありがとうございます。あの、草子さんの方にもご紹介いただきましたように、えー、今年の4月にですねあの、学研の方より、投資への不安や抵抗が面白いほど消える本を出版いたしました。で、冒頭にまだ私の,あの経歴などを省かせていただいたんですけれども、私はもう金融機関で働いたことがない、加えてですね、 投資詐欺被害、貯金ゼロ、<laughs> 無職、離婚あり <laughs> みたいな感じで、かなりお金に振り回されてきた人生を送ってきてるんですよね。ですけれども、まあ、そんな私でも、まあ、コツコツ知識を身につけることによって、えっと、10年で,です、ね、資産形成もすることがあのできたのですね、そのノウハウをすべてこちらの方に書いてございますので、よろしければご覧いただけたらと思います以上です。 概要欄にあの本のリンクも貼っておきますので、うん、ぜひ皆さん投資先に、あの、この1500円ぐらい払えば引っかからずに済むのであれば、あの、安いものだと思いますので、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。えー、というわけで、今回は投資コンサルタント桜井勝美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。